日本の1873年の一線効下、竜一線どうか。線は東アジアのいくつかの国の通貨である。線は元は農具の隙を意味する漢字だったが、クワ型の貨幣があったことから貨幣の意味に転じた。通貨としては複数の意味があるが、主にの二つの系統の意味がある。古代から江戸時代までは千貨一枚の価値を表した。つまり、 分あるいは0.001巻に等しい。銀に換算すると1700年の例とでは、銀0.015問目に当たり、銀一銭の価値である中国の銭とは二桁異なる。1871年に、進化条例により円、銭輪が新通貨として導入され、銭には新たな意味を与えられた。この銭は0.01円十0輪に等しい。 一両イコール一円の切り替えレートから換算すると、1000イコール40銭となる。1953年に、小額通貨の整理及び、支払い金の波数計算に関する法律により税に、林単位の効果や紙幣がすべて通用停止となり、現金単位としては役割を終えた。現在の日本では、1000の使用は、金融分野にほとんど限定され、株価、為替レートなどの、 1>, 1円未満の波数表示に使われる。朝鮮語では、線を、と読む。英字表記は、2000年からの韓国では、ジェオン、北朝鮮及び2000年までの韓国ではチョンである。なお、ウォンと同様に、現在は、南北ともに公式な漢字表記はない。南北双方で、チョンイコール100ウォンである。ただし現在の韓国では、チョンの使用は、日本のゼニと同様。 金融分野にほぼ限られている。北朝鮮では、現在も、チョン効果が鋳造されているが、ほとんど使われていないようである。1892年、一重量にあたる補助通貨として導入された。5両、イコール缶だったので、1000イコール150缶に等しい。1902年、マド化の導入に伴い、1000イコール100円と改められた。切り替えレートは、 円イコール5両なので、1000イコール2000となる。日本統治時代には、基本通貨が窓か、補助通貨が1000となったが、例とは変わらず1000イコール100円だった。1953年から1962年までの韓国では、基本通貨が缶に戻ったが、補助通貨は変わらず1000イコール100缶だった。ただし、1953年の感動入時に100倍。 1962年の新円導入時に10倍のデノミネーションがあったため、それに伴い銭の価値も一定ではなくデノミネーションされている一重量に等しかった銀一銭、つまり質量一銭の銀の価値だった。ちなみに今の一元の一重和かと一百和分である EN、TN も参照ベトナム語では1000を TN と読む。現状後期に一重量、あるいは 銀一銭に等しい価値の通貨として使われた。時期は不明だが、安南国では1戦イコール1百両だった。ともされる。銭が、小額貨幣の故障で、かつアメリカ合衆国の貨幣単位のセントと音が似ていたことから、戦前のアメリカの日系移民の間では、銭の単位を流用し、アメリカのセントを米銭と表記することがあった。ありがとうございます。